オマール・アレハンドロ・ゴンザレスはアメリカ合衆国とメキシコ合衆国のサッカー選手。アメリカ合衆国代表、ポジションは DF。ダラス・テキサンス SC の下部組織でサッカー生活を始めた。その後、メリーランド大学カレッジパーク校に在籍し、2008年のカレッジカップを優勝し、運者アディダス・オール、アメリカンファーストチーム、 ファーストチームオール ACC2 年次には ACC 年間最優秀ディフェンダーに選出された。2010年8月21日、サンホセでのゴンザレス2009年のスーパードラフト1巡目でロサンゼルスギャラクシーに入団。すぐにレギュラーに定着すると4月4日のコロラドラピッツ戦で初得点。前年、西部六位と振るわなかったチームを西部一位にまで立て直し、 同年のメジャーリーグサッカー最優秀新人賞に選抜された。2010シーズンはカンファレンス準決勝第2試合で得点するなど3得点。2012年1月にはブンデスリーガの 1FC ニュルンベルクに2月中旬までの短期でレンタル移籍をした。しかし合流直後のトレーニング中に代表でのチームメイトであるティモシー・チャンドラーと衝突し、 左前十字人体を負傷。手術のために即座にアメリカ合衆国へと帰還した。2013年8月には契約を特別指定選手として複数年で更新150万ドルを超える年収となったとも言われている。彼は純粋なセンターバックとしては初めて特別指定選手となった。2015年12月22日、リーガ MX の CF パ中間に移籍し、 6年間のロサンゼルスギャラクシー生活に終止符を打った。報道発表会では、スター・ウォーズのテーマが流れる中で、ダース・ベイダーに奮した彼がマスクを外し、背番号30番が発表された。リーグ戦初出場は2016年1月8日のクラブ・ティフ・アナ戦で1から1の引き分けとなった。この試合で彼は43分にフランコ・ハラの得点をアシストした。 2月7日にはクラブ・ウニベルシダ・ナシオナルから初得点を挙げ、1から1の引き分けとなった。チームの守備に貢献し、初シーズンでの優勝の一助となった。2016年、アペルトゥーラの開始に際しては、ウーゴイ・サーク・ロドリゲスのレンタル一跡が終了したために、背番号が4番に変更となった。2010年8月10日、ブラジル代表との親善試合で、 アメリカ合衆国代表初出場となった。2013年3月26日のエスタディオ、アステカで行われた 2014FIFA ワールドカップ、北、中米カリブ海3次予選のメキシコ代表戦では、先発出場。ESPN のジェフ・カーライルには、彼のクリアはモムだと褒めたたえた。2014FIFA ワールドカップの本戦メンバーにも、選出され、 ドイツ代表とのグループステージ最終戦に先発出場。その後決勝ラウンドのベルギー代表戦にも先発した。代表での得点一覧。ありがとうございます。